できるだけ簡単にお腹に効かせたい。どうしても動く腹筋は首とか腰が痛くなる。寝たままで簡単にお腹へこます方法ってないの？安心してください。実はあるんです。今回はスリープデッドバグというエクササイズを紹介していきます。1日たったの1回、スマホを持ったままでできるエクササイズです。お腹気になるよ、お腹出ちゃうよ、食後なんでこんなお腹出るの、そういった悩みがある方は一緒に頑張っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回は寝たままで簡単にお腹がへっこむスリープデッドバグを紹介していきます。寝たままでお腹がへっこむ、それすごく簡単すぎない？そう思ったあなた、そんないい話はありません。まあまあきついです。1日たったの1回、今回はお腹をへこませる意識少し含めてスリープデッドバグ、これは1分3セット行っていきます。3セット行うの辛いなと思った方は1セットでやめても OK です。必ずやり方、聞かせ方、お腹がへこむのはどうしたらいいのかというのを分かってください。それではまずお腹をへこませる方法、基本となるドローインというのを意識する練習を軽くしましょう。それではスマホを持って寝てください。まず腹筋に効ける人の多くはドローインができていないというところにあります。ドローインというのは通常寝た状態で少し腰が浮くと思います。この隙間を埋める、お腹をへこませておへそを少し上に向けるっていう行為がドローインです。お腹を締めると床の隙間がなくなります。この状態を作って腹筋しないとお腹に効きにくいです。この意識をするためにまず今から少し動いてみましょう。まずですね、両膝抱えます。スマホ持ったままです。膝をしっかり抱えると腰が多分床につくと思います。この状態を意識してください。今足を上げているのでお腹が近づいてますよね。このお腹が近づいていることはお腹が締まっているということです。締まっている状態は腰がつきます。ここからゆっくり両足伸ばしてみましょう。そして腰が浮きそうっていう手前でまた縮める。ゆっくりつけたまま、腰が浮きそうになったら足を戻す。この腰をつけておく感覚を覚えてください。今度は片足曲げて片足伸ばしてみましょう。ピーンと伸ばすと腰が浮きそうな場合ちょっと曲げます。反対も一緒です。しっかり足を抱えて腰がついてれば OK、 浮いちゃう方はちょっと膝曲げて、これで腰がつくって感覚をまず覚えてください。この状態は寝てても起きててもしっかり体を起こしても腰がついた状態じゃないとダメです。こうやって足を動かしても腰がついてないとお腹に効きにくいです。これで簡単に腰つく意識ができたと思います。それではスリープデッドバグやっていきます。今回スマホ持ったまま上体を起こします。片足曲げて片足伸ばします。伸ばしてる足と対照的に手を上げます。息を吐き終えたらスマホを持ち替えて手と足を入れ替えます。足は腰浮いちゃう場合はしっかり抱えて、抱えると楽になるので腰浮かない方は足を少し前に出して90度より少し前に出して行います。息吐き終えたら持ち替えて手足を入れ替える。これを1分間3セット行っていきます。この時に首が痛いよって方は伸ばしてる手で頭少し持ってもいいです。とにかく1分間やり続けるってことがお腹の深層部に効かせられてお腹がへこみます。ポイントは息をしっかり吐きます。できればふーっと長く吐きます。長く吐いたら手足を入れ替える。1分間行えばいいですから動くペースは任せます。息がなくなったら足を入れ替えます。息は長い方がいいです。上体はできるだけ起こしてください。上体しっかり起きてる方がお腹がへこませれます。これを1分間頑張っていきましょう。手と足を対照的に動かします。スタート。息しっかり吐いて
マイペースで OK です。お腹をどんどんへこませてください。しっかり腰をつけて、息なくなったら入れ替えて、きついよって方はね、途中で降りてもいいです。ぐー、とにかく降りたらまた休んで、また上がってください。しっかり息吐いて、上体しっかり起こして、お腹がつらいよ、お腹がつらい、頑張ろう、気合いだ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 、お腹がつらい、か1分長い、うわー少し、がー1セット目お疲れ様でした。こんなんもう1セットできないよって方はね、動画を見て楽しんでください。いけるよって方はチャレンジしていきましょう。それではいきます。2セット目いきます。スタート。息しっかり吐いて、2セット目だから辛いよって方は少し足を手前にしてもいいです。負荷が軽くなります。ふー、息しっかり吐いて、スマホ持っとくの辛い方は置いて掛け声だけでも聞いてください。上体しっかり起こして、頭つらい方は持って、動きに合わさなくてもいいです。マイペースでいいです。早く入れ替えてもいいです。任せます。とにかく1分、1分やり抜いて、お腹が痛い、痛くなってきた。みんなもですか。みんな一緒ですよ。うぅー、あの回転。よし。2セット目、お疲れ様でした。いける方はもう1セット。頑張っていきましょう。腰が浮いちゃう方はですね、伸ばしてる足も少し曲げてもいいです。いきましょう。それではラストいきます。上体を起こして。スタート。ふー、息を長く吐いてください。お腹がもう疲れてるんでね、早くね、お腹が悲鳴上げると思います。はぁ、もう悲鳴上げてきた。はぁ、きれい。ふーと息を長く吐いてください。手は遠くに持ってって、辛い方は頭持って、腰が浮かないように伸ばして浮く人は少し曲げて、両足曲げてもいいです。とにかく1分やり抜いて、息できるだけ吐いて、お腹がどんどんへこんできます。もう喋る余裕がなくなってきた。お腹が痛い。頑張ろう、みんな、みんな頑張ろう。力を合わせろ。力を合わせれば大丈夫だ。みんないけるぞ、頑張れ。OK! ガー、腹筋待って、痛い、待って腹筋、いや、腹筋に逃げられるとこでした。危ない。皆さんお疲れ様でした。いや、今のね、スリープデッドバグよく聞いたと思います。いやー、1分っていうのはね、やっぱりね、長い時間お腹を使いますから、やはりお腹によく効きますよね。で、通常瞬発的にクッキュッとね、普通のクランチとかヒットアップっていうのはお腹に力入れて抜いての繰り返しなんで、お腹が意外と疲れにくいです。あれは腹直筋を使うメインとしてのエクササイズなので、今回は腹横筋をメインとして使ってます。ですが、手足を起こしてるので腹筋ももちろん身につきます。ご飯食べた時とか、食べ過ぎた時、飲み過ぎた時、塩分が多かった次の日とか、お腹がポコンと出やすいんですけども、ちゃんと腹横筋とか腹直筋ある程度使っとけばお腹出にくくなります。むしろへこんできます。腹筋でお腹がへこむの、もちろん脂肪は取れません。ですが姿勢が良くなる、お腹をへこませる力がつく、それだけでお腹って実はへこむんです。腹筋というのはとても大切です。頑張ってやってみた方、よかったらグッドボタン、コメント、
そして感想も教えてください。何セットできたよとか、3セットできたよとかで。もう3セットできてたらすごいな。僕、めちゃめちゃ辛かったな。感想として教えてください。そして、スリープデッドバグ。知らない人によかったら教えてください。動画のシェアよろしくお願いいたします。各種 SNS も行ってます。基本的に毎日配信するようにしてますので、そちらでは簡潔にまとめた投稿をしてますので、よかったらフォローの方もしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。お腹が辛かった。